皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、育児力・家事力がとてもすごいと感じる、ママタレ芸能人は誰ですか？という内容です。では、早速見ていきましょう。15位は佐々木希。みんなの意見はこちら。芸能界をあれだけ騒がせた夫を見捨てず、家族を大事にして、今も暮らしているのは、なかなかできるものではない。子供も大きくなる中で、夫を支えながら育児をする辛抱強さを感じる。14位は松嶋菜々子。みんなの意見はこちら。とても売れていた時期に、しばらく女優業を休んで、家事育児に専念されていた時期があったかと思いますが、それだけ子供や家庭にしっかりと向き合っていらっしゃるんだろうなと感じています。13位は森高千里。みんなの意見はこちら。仕事しながら家のこともちゃんとやるっていう意気込みの女性です。家事育児に専念していた時期も長かったですが、仕事をしながら家事をするので、買い出し現場も目撃されています。12位は千秋。みんなの意見はこちら。子供用の服や小物を自分で手掛ける会社も持っていてすごい。元パパの遠藤さんとも仲が良く、子供にも離婚というストレスをあまりかけていないように思う。また、子供たちの憧れであるドラえもんのドラミちゃんを声優さんをやっているなんて、子供から見たら自慢のままであろう。11位は南明奈。みんなの意見はこちら。しっかりと家事や育児などをこなしていることです。彼女は浜口さんというお笑い系のジャンルに属する配偶者がいるため、何かと難しいこともありますが、それさえも自分にプラスにしてしまうオーラがあります。10位は乙葉。みんなの意見はこちら。育児や家事をしているところを前面に出さないところが見えないところで、逆にきちんとやれているんだろうなと思える。元気で明るい笑顔に嘘はなく感じる。あの笑顔ができるのは家族の協力があってこそ、家族のことをきちんとやれてるから、協力してもらえてる、そんな風に感じれるから、家庭の安定感が見ていて感じられるのが乙葉さん。メディア露出はあまりされませんが、時々見られる姿は今もとにかく可愛く綺麗ですし、何よりゆとりが感じられる。それはそれだけいい家庭を作れている証拠だと思うんです。おっとりしている性格で、揉め事が嫌いで知られていますが、その割には家庭向きで子育て、夫との夫婦関係も良好なようです。特に家族間、子供との関係が良いことで知られています。9位は山口萌え。みんなの意見はこちら。昔から料理がうまくて何でも作れそうな印象を得た。家事全般きちんと手順を踏んで自分のポリシーをしっかり持っていることが素晴らしい。番組で料理のエピソードを話していましたが、お料理上手みたいです。一食に何品も作るとか、家事が好きな様子で話してました。再婚できたこと、結婚生活が続いていることも家庭的が影響してるみたいです。いろいろな媒体での発言を聞いても、子育てを熱心にされているのがわかります。さらに夫婦の形についても経験も踏まえた話ができ、説得力も出てくるのでいいと思う。8位は北川景子。みんなの意見はこちら。あまりママタレとしての印象は薄かったのですが、テレビなどで2児のお母さんとして奮闘されている様子や家事を分担していっている点から、夫婦円満さが伝わり、理想な家庭像だと感じるようになりました。何よりこんな美人で家事育児もこなせるのは完璧だと思います。以前テレビ番組にて子供に対するしつけを厳しくしている点や手料理に関して拝見することがありました。自分も小さい子供がいており、親としての接し方など共感する部分がある点で、女優をしながら主婦を行えるのは素晴らしいなと思っておりました。本人だけでなく旦那さんも忙しい中、育児をしっかりしているのがわかる。お風呂に一緒に入って自分のことは後回しなど、実際にやっていないと出てこないエピソードなども話していたので、本当にしてるんだと思う。7位は仲里依紗。みんなの意見はこちら。自分の仕事も家事も手を抜かないところ、飾らない普段の様子を切り取っている YouTube は、すべてのママの強い味方だし、憧れていつも視聴してます。もともと要領よく物事をこなすタイプに見受けられますが、テレビでの話を聞いていると、子育てと仕事の両立の仕方が素晴らしいと思いました。一つ一つの家事がすごいというよりは、全体的なことを要領よくこなすところが、家事スキルが高いと思った理由です。仕事で海外に行くことも多い中、お子さんとの関わり方や家事を工夫していて、すごいなと YouTube を見て思いました。親近感のある時短テクニックやアイテムを紹介していて、参考にしています。SNS もフォローしていますが、料理や育児の様子がとても素敵で憧れます。家事のスキルも高いように思います。
特に料理はいつも手の込んだ料理で、こんな美味しそうで栄養満点な料理を毎日食べられるなんて、子供たちは幸せだと思う。6位は小倉優子。みんなの意見はこちら。まだまだ小さい3人の男の子ママであり、大学生でもあることが信じられないくらいきちんとされていると思います。お料理も上手でレシピ本も出しているし、テレビで紹介していた時短料理も真似してみたこともあります。元々のテレビでのイメージとは全く違い、とても芯の強いママだなと感じています。料理についても以前テレビで披露していて、栄養バランスが整った食事を作っていてすごいなと思い選びました。新ママとして育児と芸能活動を両立させていますから、育児家事両方のスキルが高いのではないでしょうか。若年層時代は孤輪性の住人でふわふわした印象がありましたが、子供の授かってからはしっかりしたママタレの印象です。 YouTube をたまに見ますが、子供と一緒に出ていて子育てを楽しみながらしっかり料理もしていました。子供の希望を取り入れたメニューを作っていて好感を持ちました。食に関する資格を取得しているからです。仕事も子育てもしながら資格を取って、それが家事や育児に活かせるものであることがとても良い印象を持ちました。昔とはキャラを変えていいママだなと思います。本人は大学に通いながら男の子3人の子育てを離婚して自分一人なのにもかかわらずやってのけているのですごいと思う。手料理も料理本を何冊も出しているように、とてもレパートリーが多くて上手で、洋、中、和食なんでもできるので素晴らしい。これまでも斬新な発言やパフォーマンスで話題になった彼女ですが、とにかく頭の回転が速くて感心します。だからこそ家事や育児などもテキパキとこなします。ニーサに関する独特な考え方にも注目したいです。ディズニーの英語教材のタレントとして起用されています。英語教育はグローバル化の中で重要な育児スキルであり、それに自ら仕事としても取り組んでいるところは素晴らしいと思います。5位は北斗晶。みんなの意見はこちら。お子様が結婚されたニュースは拝見しておりましたが、もっと小さな時に育児法や家事に関して慎吾ママの番組で拝見したことがあり、とてもプロレスラーという肩書きではないレベルで真っ当な主婦という印象を受けました。数年前、二人の息子さんたちが子供の頃はご主人も揃って4人でよくテレビに出演されていました。言いたいことが言い合えて笑顔の多い仲の良いファミリーですし、基本的な礼儀やしつけなどもしっかりされていると思います。北斗さんは料理もおかみ手だし、朝の主婦向け番組にもレギュラー出演されていました。料理や家事を効率よく上手にされているイメージです。ガサツな感じはするが手際が良いと感じるから、料理をしている番組でも正統法というよりアイデア勝負で早くて大食いの息子たちにご飯を作っていてさすがだと思った。元女子プロレスラーとは思えないくらい料理もうまい。コストコを愛用していたり、節約術など家庭的な印象、育児の面でも頼りになるし、誰よりも強いお母さんで自慢のお母さんだと思う。メディアだと怖そうな印象だけど、実際はとても優しく思いやりのある肝っ玉母さんといった印象があるため、自身の今までのキャリアと夫のキャリアを含めて考えると、食事面でもとても気を使っていそうな感じがする。レパートリーが豊富で食べ盛りの子供を育てたお母さんとしての経験が半端ないので、説得力がある。家庭菜園やコストコのアレンジなどもやれたらいいなってことから、身近に真似できることまで全てが参考になるお母さんという感じ。豪快なイメージの北斗晶さんですが、料理も豪快で見た目もとても美味しそうでした。また悩んでいるお母さんたちに大丈夫だよというメッセージを発信されているのを知って、ご自身も病気をされたら大変だっただろうに、心の広い人だなと感動しました。ドンと構えていて、いいおばあちゃんの代名詞といった感じ。家庭の軸ように彼女がなっているのが伝わってきますよね。この人についていけば、どんな時でもどんなことでもの乗り越えられそう。そんな気がしてきますもん。4位はギャル曽根。みんなの意見はこちら。料理好きで有名な彼女、旦那さんをダイエットに成功させた料理技術はさすが。子供が3人いるのにテレビでも大活躍しており、スキルが高くないとやっていけていないと思う。家事の料理、洗濯、掃除はプロから褒められていたくらいにうまいそうです。素人から見ても洗濯物を畳むだけで手際の良さはわかります。大食いだから見た目には全く想像できませんが、実は家庭的です。調理師の資格も持ち、
生活の基本である食に関してはプロだと思う。前にテレビで時短飯を作っているのを見ていて、やっぱりすごいと思った。長い間テレビに出続けながら、ママもやるのはすごいと思う。美味しくて家庭的な料理をたくさん作ってくれそう。確か調理師免許を持っているとら聞いた気がするから、旦那さんが結婚してからダイエットに成功しているから、健康的な食事が作れそう。家事の中でも一番大変な料理のスキルが高いように見えるため、子供たちの分の料理も手早く美味しいと評価されるものを提供しているシーンをテレビでよく見ます。子育て中に手が離せない中でのクイックな料理ができることは重要な育児家事スキルだと思います。ギャル曽根の家の映像をテレビで見たことがあるが、意外にも整理整頓、ゴミの分別などがきちんとされていること、調理師免許を持っているだけあって料理のスキルも抜群なところが分かったため、食べることが大切なだけあって料理が上手で子供も大食いとのことなので、大量に用意したりエンゲル係数も考えるとうまくやりくりしないといけないだろうし、すごいなぁと感じる。なんだかんだ真面目であり、しっかりしたスキルを備えていることがわかるからです。丁寧な手作業が意外にも得意で、感心した覚えがあります。応援している人物の一人です。離乳食の時期についてのエピソードが凝っていたし、現在の子供たちの食事についてのエピソードも、子供たちの栄養などをしっかり考えていて、スキルの高さを感じました。家族思いなところを見習いたいです。3位は藤本美貴。みんなの意見はこちら。子供たちがワクワクするような自宅で、お料理もいつも美味しそう。明るいご夫婦で見ているだけで元気づけられるし、憧れの家族。子育てのお手本にしたくなるママタレントの一人。夫が寝た後にという番組での育児についての話がいつも勉強になるから、頑張りすぎず無理せず楽しく育児をしている感じが伝わるし、子供への接し方もとても素敵だなと思うからです。3人のお子さんを育てていてすごいと思います。テレビ番組や YouTube で育児について話されている場面をよく見かけますが、どれも納得のいく話や参加にしたい話ばかりですごいです。バラエティでの育児の発言と納得感のある回答をしており、なるほどなと感じることが多いため、その回答を聞くことで育児をする中で気づかされ考えさせられたこともあったため、夫が寝た後にという番組のインスタをフォローしているのですが、流れてくる格言がママに響くものばかりだと感じています。苦労や大変さを同じように味わって乗り越えてきた方なんだなと思います。育児についての持論をよく目にするが、はっきりしており見習いたい部分が多いから、育児に対してのポジティブな面とネガティブな面をちゃんと発信しており、また自分なりにどのように探しているか発信しているため真似しようと思う。自分の考えをしっかり持っていて考えがぶれない。子育てで参考になる考えがあり、自分が抱えていた悩みも解決した。家事もできるときはしっかりやっている。常に前向きな考えがすごいと思う。家事育児をテキパキこなしていてすごいと思います。子育てのお悩み相談の時も的確に答えていて、これができるのは子育てに真摯に向き合っている証拠だと思います。子育てをする上で様々な工夫をされていてさすがだなと思います。3人の子供を育てながらお仕事もしていてすごい。テレビ出演や自身の YouTube チャンネルのお仕事もしていて、パワフルなお母さんの印象がある。夫婦や子供に関しての意見は参考になる。藤本さんが出演している夫が寝た後にという番組を好きでよく見ています。子育てに関する考え方がとても参考になるものが多く、そして徹底されているのでスキルが高いと感じます。3人のお子さんがいるので育児に対するテクニックなども長けていると思う。バラエティ番組での育児トークもさすがだなと思うようなことも多く、子供の性格などを理解しながら育児をしていると感じる。ミキティは育児スキルがとても高いと思います。TV で見ていて子供のイヤイヤ期の時の声かけの仕方とか、子供が自分で考えて行動できるような声かけを常にしていてとても参考になります。2位はアンズ。みんなの意見はこちら。仕事と両立していながらも子供たちとの時間もしっかり考えているんだなということが想像できるからです。配信もやっていて家庭の様子がわかるのはしっかりやっている証拠だと思います。夫に裏切られて突然シングルになったのに、子供との様子をインスタで漫画にして掲載していたりしている様子を見ると、しっかり子供と向き合って育児を楽しんでいる感じがします。 YouTube で料理の動画を見ましたが、普段やっているのが想像できました。一人でしかもフランスで双子含めた3人の子育てをしているからすごいなと思う。2人
双子と年が大して離れていないはずだから、小さい時は相当大変だったと思う。シングルなだけに、一人で三人のお子さんを育児してられる印象が強く、テレビ等でよく家事についても話されているので、忙しいのにすごいなと思うからです。特に、双子のお子さんがいる中で、海外で育児されているのはすごいなと思いました。海外での子育て、買い物から料理までのライフスタイルを見て、仕事とのバランスがすごいと思った。素晴らしい女優さんなのに、どこか身近で、ありのままの感じがママとし、寺魅力的、女で一つで幼い子供三人の子育ては、尋常ではない大変さがあると思う。もちろん、家政婦さん等の手助けはあるだろうが、異国の地で頑張っているだけでもすごい。お子さんに本の読み聞かせ等をよくしていると言っていたので、完璧にやる人なのだと感じた。料理もいろいろとレパートリーがあるらしく尊敬する。双子を含めた3人のお子さんを一人で育てているので、かなり効率化を重視して、家事をしていそう。YouTube でも、彼女の時短テクニックなども披露しており、テキパキ仕事をしていそう。元旦那の東出昌大さんに不倫されたにもかかわらず、一人で3人のお子さんをちゃんと育てているからです。父親の渡辺謙も不倫したり、男どもはダメダメなのに、そばから見れば、とても切り替えているように見えるからです。それにすごく楽しそう。料理もすごくお上手なので、お子さんたちも嬉しいと思うからです。アンズの YouTube をよく見ていますが、信じられないくらいなんでもできるからすごいと思う。クリスマス等のイベントの時の料理もすごいし、家が広いのに、子供だけでなく、犬の世話までできていて、すごすぎます。あんな素行の悪い元旦那さんに耐え、シングルマザーで海外まで行ったのはかっこよすぎ。きっと、周りから色々聞かれたり言われたりしたんだろうけど、しっかりと子供を守っている。YouTube チャンネルで、料理の様子などを見て、手際が良いし、手慣れていて、いつもやっているのだなと思うからです。手を抜くところは抜きつつ、丁寧にやっている印象があります。アンさんは、離婚後海外に移住され、YouTube などで、料理のことをたくさん発信されている。前に、彼女のレシピを試したが、とても美味しかった経験もあるので、何でもできそうな方という印象です。シングルマザーとなり、日本とは習慣も違うフランスで、ご自身の仕事と家事育児をうまく両立しているのではと思います。やっぱり都合のつかない時や、大変なこともあるそうですが、ママ友に助けてもらっていると、YouTube で話されていました。1位は辻のぞみ。みんなの意見はこちら。仕事、私生活忙しい中、早くに起きて、お弁当を作ったり、仕事前に夕飯を作っておくなどの外食している印象があまりないため、YouTube で1日の動画などを視聴すると、時間を無駄にすることなく家事、育児を行っているため、YouTube で家族の食事を作っている様子など、よく動画に上げていて、夫婦とも働きで、子供の人数も多いのに、しっかり家事している印象。お部屋や身だしなみも綺麗だしすごい。食事もしっかり作って、イベントことの食事のメニューも美味しそうだった。子供の習い事の送り迎えの合間に買い物をしたり、隙間時間の使い方が上手だったなと思いました。YouTube もまめに更新している上に、内容もしっかりしていて、そこからもスキルが高いというのが、容易に伺えるからです。非常にレベルが高く、見ていて好感が持てます。芸能人としての仕事と両立して、YouTube チャンネルでの家事育児に関する内容の配信を行っており、子供との団らんや、普段の飾らない家族関係が見て取れる内容で、献立や配膳などから、家事スキルの高さが伺えると思いました。子供が多いのに、家の中が綺麗だし、料理も手が込んでて、すごいと思います。親に手を借りてる日があるみたいですが、それでも仕事が忙しい中、家事をこなし、子供たちを放置したりせずに、ちゃんと向き合えてるのがすごいと思います。3人の子供がいるけれど、楽しく子育てしている点や、キャラ弁もよく作っており、家族間の仲良さが垣間見えるため、また、YouTube でも動画上がっており、子供が嫌な感じを出していないので、育児がうまいのだと思った。YouTube にも上がっているが、お子さんが多いのにもかかわらず、笑顔で暮らせていると感じる。辛い顔は一切見せずに、愚痴を言いながら家事をしたりという場面もあるが、充実しているように思う。5人の子供を育てていて、家事をしている様子を YouTube チャンネルなどで見ていて、すごいなと思った。テキパキといろんなことを同時進行していて、普段からやっているのだなと思う。若くしてご結婚されて、大変なことも多い中、栄養を考えた美味しそうな料理を作ったり、お子さんと真剣に向き合っている様子を見て、すごいと思いました。お仕事もされているのに、家のことも手を抜かずに対応していて、さすがだなと思います。
定期的に SNS などで発信をしているのを見かける。掲載されている写真も彩りが綺麗でとても美味しそうに見える。また家族全員が幸せそうにしているので、家事だけでなく全体的にスキルが高いと思う。 YouTube チャンネルをよく見ています。子供がたくさんいて子育てで大変だと思うのに、いつも笑顔で子供と向き合い、旦那さんとの関係も良い。すごい量の料理がいつもとても美味しそう。 YouTube を拝見しましたが、子供ちゃんたちに目を配って話をしながらあっという間におかずを作ってしまうのがすごいなぁと感じました。またいつまでも可愛らしいママを保っているのに感心します。辻さんの YouTube チャンネルを登録しているのですが、 YouTube の内容が料理だったり子供のことがメインなので、動画を通して家事スキルが高いと感じました。お子さんが4人もいらっしゃるとは思えないです。弁当作りなど含めて子育てをしっかりやりつつ、旦那さんとの仲もよく、家の掃除などもしっかりやっているので素晴らしいと思う。TV に出ていてもその場しのぎの育児でないのがよくわかる。よく TikTok で YouTube の切り抜き動画が流れていますが、子供の誕生日にポケモンのケーキを作ったり、子供の友達が遊びに来るからと大量のご飯を作ったり、子供に対してだけでなくその友達にまで盛大におもてなしをしていてすごいと思いました。あれだけ子だくさんで仕事や家事に忙しくてで大変なのに、食事の準備をしっかりとしているから、その上 YouTube でお仕事までして家計を支えているのはすごすぎて尊敬する。多忙な中お料理も育児も頑張っている姿を YouTube で見る。もし周り自分の両親などの協力があったとしても、仕事をしながら育児家事をするのはとても大変なこと。その大変な部分を見せるという仕事にして収入を得てることも賢い生き方だと思う。 YouTube などを見て、子だくさんなのに家も綺麗だし、ご飯もいつも美味しそうだからです。子供が好きなのが伝わるし、子供の誕生日などのパーティー料理も可愛くて参考になるからです。モームス時代から知っている辻ちゃんとは思えないくらい今ではすごくしっかりされていて、ブログなどよく炎上はいますが、料理もお上手で炎上する意味がわからないくらい良いママだと思うからです。杉浦太陽さんとも今でもラブラブで、夫婦としても尊敬します。若い頃はおままごと婚などと叩かれていたが、今では4人の育児をしながら YouTube などの活動も精力的に頑張っているため、 YouTube などの発信を見ていると日々の様子が見れ、毎日家事に育児に仕事に奮闘していることがわかるため、辻ちゃんは子供が多いのにすごく家事をしているし、一緒に遊んでいたりお出かけもたくさんしていて、体力もスキルもすごいと思う。子供のお友達の分までご飯を作ったり、信じられない生活をしているからすごいです。子沢山で芸能活動もやっていますから、それ相応のスキルがなくては成立しないと思います。育児は子供2人と3人に壁があると言われていますから、その壁を越えて4人の子供を育てているのは称賛に値します。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があればぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。